ちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。辻ほのかさん。はい、そうです。今日はよろしくお願いします。ではお願いします。お願いします。可愛らしい。お洋服。本当ですか。たたずまいで。あ、嬉しい。一発で分かりました。美女だったんで。いや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 。この駅1位の美女だったんで。本当ですか。ありがとうございます。嬉しい。まあこういうちょっとドキュメント系とかはないんですか、はい、あんまり。すごい好きです。あ、本当ですか。はい、実は一番好きなんですよ。あ、マジですか。はい。もう台本とかもなく自由な感じで。めっちゃ好きです。あ、本当ですか。はい、よかった。いや、ありがとうございます。だからなんかもう本当に。楽しみ、見せてしかないです。でさ、今日はですね、はい、そんな辻ほのかちゃんとですね、はい、1日、はい、イチャイチャしまくる撮影です。やったやったでいいんですか。嬉しいです。本当ですか。はい、あんまないですか、イチャラブでイチャイチャする。なんか撮影ではあるけど、たまに企画でね、企画でね、うんうん、はあるけど、うん、そう、プライベートはないですね、あんまり。プライベートでイチャイチャする機会はない。したいんですけど、相手がいないみたいな。募集してます。募集、イチャイチャ相手募集中で、はい、募集してます。じゃあそんなプライベートではイチャイチャのないほのかちゃんと、はいはい、今日は一日楽しくプライベートな感じで過ごせたらなと思います、はい、でもまさに台本がないんで今から何するか、はい、ノープランなんですよ、はいはい、何します。何します。お腹減ってます。あ、お腹は、まあ、ほどほどにせて、ほどほど、はい、ほどほどと言いつつ胸を取っちゃう私がいます。どうぞどうぞ。愛がいっぱいアイカップ。そう、愛がいっぱいアイカップ。辻ほのかです。ご飯も行きたいんですけど、なんかどっか適当に遊びましょうか。あ、ちょっと早めに来たんですよ、はいはいはい、でもしあれだったら、うん、私服のセンスが全然なくて。いや、ありますよ、可愛いじゃないですか。いやいや、もうこれは本当に店員さんにどうしたらいいですかねって聞いて選んでもらったみたいな。なるほど。なんかもう自分が可愛いなと思った服はみんなに、うん、みたいな感じなんですよ。でもなんか他の人に選んだものは可愛いねってめっちゃ褒められるんですよ。なるほど、なるほど。だからちょうどあそこに服屋さん見て、いっぱいありますからね。冬服が すごいないから、ちょっと欲しいなと思いました。あ、じゃあちょっと軽く見てみましょうか。え、いいですか。行きましょう、行きましょう。選んでもらってもいいですか。いいんですか、僕選んで。え、めっちゃ選んでほしいですよ。じゃあ本当に自分で選ぶ才能ないんですよ。じゃあちょっと恐縮ですけど、ちょっと見てみましょうか。ありがとうございます。ウィンドウショッピングから。ありがとうございます。いや、まあこういう一緒にショッピングっていうのもイチャイチャの一環ですからね。いやいや、嬉しいですね。もうプレイは始まってますからね。じゃあ腕組んじゃいます。あ、さすが、最高のアドリブいただきました。いや私腕組むの大好き。あ、本当ですか。はい、あ、その超嬉しいです。お、可愛くないですか。お、可愛いね。はい、まあ、ちょっといろいろ見てみますかね。いろいろなので、はい、これちょっと要チェックですね。チェックチェック。チェック。でもこういうライダースとかも可愛いと思いますけど、ね。あ、可愛いですね。可愛いですよ、ライダース。可愛い。ちょっと生地も柔らかくて、いいですね、これ。これでもリアルに可愛いな。うんうん。ちょっと羽織ってみます。ちょっと羽織ってみます。ちょっと羽織ってみます。すげえかっこいい。どうですか。めっちゃかっこいい。いいですね。どうですか、結構、はい、お姉さん系とラフ系な感じ。いやー、でもね、いや全部なんかかわいい。さっきもかわいかったんですけど、うん、でもちょっとやっぱさっきのところちょっと気になるかなっていう。あの最初言ったところ。そうです、そうです。あそこはしましょうか、うんうんうん、ね、やった。これ上はどっちがいいかな。ね、いや本当にこっち可愛い。
そっちの方がほぼスカート丈というか。でもなんかこっちだったらなんかトレーナーにも合いそうですよね、うんうんうん、トレーナーにも合いそうですか。合いそう合いそう。合わないですよ、合うとも合うとも。ほんと、うん、ちょっとこっちに来てみよう、うん、これもやっぱり可愛い。へぇ、可愛い。どっちがいいだろう。可愛い。可愛い。え、どっちが似合います？どっちも似合っちゃってるんだけど。うん、じゃあ選んでって言われたら。ああ。どっちも似合ってる。でも同じぐらい。確かに。確かに、うん、いやどっちにしよう。でもね、私もこっちでいいんですけど、これトレーナータウンっていうのはめっちゃ魅力なんですよ、ね、あ、なるほどね。そう、やっぱこっちにしよう。そっちにしよう。いや、本当にめっちゃ悩む。じゃあこれにしようか。ありがとうございます、うんうん、じゃあほのかちゃん、どうぞ。え、あ、ありがとうございます。もう、いやいや、なんかもう自分で全然こう買ってたのに本当にごめんなさい。いやいや、すごい似合ってたから。いや、めっちゃ嬉しい。可愛かったんで、ぜひ来てください。いや、もう毎日来ます。、ね、彼氏ができるとこういういいことがあるんですよ。いや、欲しいですね。欲しいですね、本当に。じゃあ、お洋服買って喜んでくれたところで。いや、本当にやった。着いたけど、はい、もうなんかお部屋で食べちゃおうかなって。いや、いいですね。お部屋で食べるの大好きです。行っちゃいます。行っちゃおうかなって思ってます。なんかほのかちゃん腕とか組んでくれるし、イチャイチャセッティング完了かなって思って。本当に。嬉しい。ほのかちゃんは女優さんやって今どれぐらいなんですか。え、もう5年ぐらい経つと思います。あ、結構5年間忙しかったですか。いや、結構ね、なんだかんだ波乱万丈の人生で、なんか交通事故を起こしてとか、こういろいろとあって半年休んだりとかも結構あったんで。あ、なるほど。なんか本当にやってるってなったら3年ぐらいじゃないですかね。なんだかんだで凝縮したら。そうそう、で、うん、ポーカーがめっちゃ好きなんですよ。お、そう、テキサスなんですけど、はいはいはい、で、なんかポーカーで結構こうオンラインとかだったらあれじゃないですか。それでちょっとお金をちょっと稼いだりとか、そうするから、うん、ちょっと撮影を減らしたりとかしてみたいな感じで、 なんだかんだ3年ぐらい、うんうんうん、ガーッてやってるのは。なるほどなるほど。でもうめちゃくちゃ忙しい時には、うん、月27日間撮影とか。27日間撮影とか、それこそ25日とか、うん、なんか20日間撮影が、え、少ないみたいな感じ、うん、感じてた時もあったんで、そう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 。それぐらいこうバリバリ現場入れてた時っていうのはなんか、はい、もうモチベーションももうAV でもガッとやるぞっていう感じ。そう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 、そんな感じです。もう有名になったるぞみたいな、うんうんうん、で、もうそんな感じずっと思ってました。じゃあ今はこう割とこう自分のプライベートも優先しながら。そうそう、そんな感じです。ポーカーにハマっちゃったのがダメでした。やっぱりちょっとそっちの方向に向いちゃったのが。まあでも AV 好きですよ、やっぱエッチが好きだから。うんうんうん、うん、そう、なんか、え、こうお仕事しながらエッチなことできるって最高じゃないみたいな感じで行きますね。なるほど、はい。でもまあペース自分で作ってやれるとよりこう楽しめますよね。そうです、そうです、そうです。だからすごい楽しいです、うん、でももうね、27日間あった時も楽しかったですけど、ただもうパッケ中とかいろいろとエッチする時とか、うん、まあ気持ちいいじゃないですか、うんうん、でパッケとかだったらこうずっとじっとしてるじゃないですか、うんうん、だからこうみたいなのはありました、やっぱり。そうなっちゃいますよね。めっちゃなっちゃってました、うん、だから毎回毎回起きてって言われるけど、あ、はい、目開けてって、目開いてます、目閉じてますみたいな感じで、もう脳と、うん、行動と脳がついてきてないみたいな。めっちゃありましたね。まあでもそれが数年続いたりするとね、本当に、はい、あの撮影恐怖症になっちゃうかもしれないから。それが1年間ぐらい続きましたね、うん、本当に。
だってやっぱりほのかちゃんのデビュー時からチェックしてましたけど、いやありがとうございます。なんかこう一気に辻ほのかだらけになった時期ありましたね。そう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 、あの時やばかったですよね自分でもえって思いましたもん。すごい数の作品が、そうそう、本当になんか女優ランキングとかあるじゃないですか、はいはいはい、あれもなんか全然乗ってなかったのが急になんか2位みたいな感じになったんでえみたいな、誰こいつみたいな感じになりましたもん、みんなえこの辻ほのかちゃん誰よみたいな感じになって、急にフォロワーもバーって増えてみたいな、うんうんうん、そうありましたありました。やっぱこうタイトルが出るとね、ファンの方も増えるし、うん、そうそう、ね、で私なんか、うん、その当時デビューの時って、うん、ベロが長いのが魅力だっていうことに知らなかったんですね、うん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 、でなんかたまたま派遣の時にちょっとベロ出してくれるって言われたんですよ、うんうん、でベロベッて出した時にえ長くねみたいな感じで言われて私長いのすごいコンプレックスなんですけどおかしかったですかって言ってすいませんって謝ったんですよ、うんうん、そしたらえ長いのってすっごい武器なんだよって言って、うん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 、出しちゃおう出しちゃおうって言って、うんうん、でパケの時にベロ出して、うん、でちょっとベロなるべく出してもらってもいいって言ってで出してそれがめっちゃ売れたんですよ。へーベロ出しのパケルが、そうそう、それがめっちゃ売れて、うんうん、でなんかもう辻ほのかイコールおっぱいよりベロだみたいな感じになってガーってなった時があってそう、それまではもう全然知らなかったみたいな。おっぱいもあるのにベロまでついてきちゃったの。そう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 、てか今もうほぼベロですねもう辞任してるんですね、そうそうそう、辻ほのかはベロだと。そうそう、なんかおっぱいで行こうと思ったらベロになっちゃったみたいなじゃあホテル前にワクワクしたいんでちょっとベロもらっていいですか。はい、横から行きますか。うわすごいまだちょっとお恥ずかしいベロですね。そうお恥ずかしいんですよやっちゃいましたね。来ちゃいましたね緊張しちゃうお部屋に来たら緊張しちゃうしムラムラしちゃう緊張とムラムラが来ちゃうの。そう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 、いや夢あるねお母ちゃん食べてください。はい、いただきます。なんかエッチなのも頼んでますけど。そう、私キュウリめちゃくちゃ好きでそう、キュウリ好きなんです。それは